アメダス。アメダス、アメダス、オータメイテッドミティラロジェクルデータアクイジションシステム、自動気象データ収集システムとは、日本国内約1300カ所の気象観測所で構成される気象庁の無人観測施設で、あ、地域気象観測システムの通称である。日本国内約1300カ所に設置されているアメダス観測所で気象観測を行っている。 観測網の密度は、降水量が約 17km イコール 17km 四方の正方形につき1箇所、4要素の観測点は約 20km であり、おおむねメソベータスケール、20km から 200km 規模の減少を捉えることができるとされている。都府県レベルの気象現象の把握には効果を発揮している。しかし、近年需要が高い集中豪雨や、 雷、突風などのより狭い範囲の現象、極地現象の把握は難しい。対応するためには観測点を数十倍に増やす必要がある。極地現象に対しては気象レーダーの方が効率的であり、近年はこちらが増強される傾向にある。降水量、気温、日照時間、風向、風速の4気象要素を観測している地点が多く、 主に豪雪地帯においては、積雪の深さも観測している。観測で得られたデータは、ISDN 回線などを通じて、気象庁内の地域気象観測センター、通称アメダスセンターへ10分ごとに就寝され、データの品質チェックを経た後全国に配信される。アメダスのデータは、気象庁ウェブサイトで公開されているような地図、表形式の観測地として利用されるほかに、 通値予報の入力データとしても用いられる。通常の観測網とは別に地震や火山噴火などで大規模な災害が発生し、地盤の緩みや火山噴出物の堆積などによって、通常よりも弱い気象現象で災害が発生する危険性が長期的に継続する場合及び即進自体が被災した場合にはアメダスの臨時観測点が設けられることがある。過去には、 雲前普賢岳や兵庫県南部地震、2000年の宇ッ山及び三宅島の噴火、2008年の岩手、宮城内陸地震で運用された。現在運用されている観測所の数とは別に、観測所の移設や臨時観測所の設置などが行われた影響で、観測所となった地点の数は通算2000カ所を超える。 1960年代から1970年代前半頃、日本国内の公的な気象観測地点は、概ね1 0 0キロメートル間隔に配置された気象観書と気象レーダー、そして気象通報所、友人の気象通報拠点、現在の地域気象観測所と区内観測所、委託式の気象観測所しかなかった。各地域の天候の記録や、 気象予報を強化していくためには、大雨、突風、大雪などの気象状況を、きめ細かく、より迅速に把握することが求められる。当時の区内観測所は、観測点数では、現在のアメダス観測所の総数を超えていたが、観測が人の手で行われていたために、データの報告速度や誤差に限界があった。観測の自動化、無人化によって、報告速度を上げ、 きめ細かい気象観測は、気象観書に限定して、データの精密さを向上させることなどを目的に、新たに開発されたのがアメダスである。運用開始は1974年11月1日、1979年3月には、国内1316地点に観測所が整備され、一様の完成を見る。積雪神経は1977年12月1日から、秋田県内で、 試験運用が始まり、1979年11月1日に正式運用開始。1993年2月には10分ごとの臨時配信が開始され、現在では第4世代のアメダスが運用されている。2006年3月18日からは、空港出張所、航空速行所、航空地方気象台の観測地もアメダスに取り込まれた。 2007年度から無人観測所の685箇所で改良を行い、2008年3月26日にアメダスデータ等統合処理システムの運用を開始し、従来は10分間隔で観測していた気温や風速について、気温は10秒間隔で観測を行い、さらに最大瞬間風速の観測を開始した。開始当初は気象台、速攻所、 特別地域気象観測所154カ所及びアメダス観測所230カ所の計384カ所が接続された。残りの地点は2008年度以降順次接続を行っている。地域気象観測システムの英語訳がオートマミティラロジェクルデータアクイジションシステムであった時代にその略称を考えた際、単にアンダスとするのではなくアメダス。 アメダスとした方が面白いとの提案が採用され、略称をアメダス、その読みをアメダスとすることとなった。後に、英語訳がオータメイテッド・ミティラロジクル・データ・ i クイジション・システムに変更されたが、特に略称の変更の必要はなかったためそのまま使用されている。アメダス観測は観測制度の観点から、観測所付近の環境保守管理が必須条件となる。よって、 無人観測設備であるアメダスの環境保守管理水準をいかにして維持するかが課題となる。近年では2010年9月に京都府京田辺市にあるアメダスの温度計を含む通風塔に釣る植物が巻きついていたとする報道を受け、気象庁がアメダス全線277カ所の緊急点検を行い、京田辺は気温、雨量、他14カ所は 不良観測に不適切な環境であり、京田鍋を含む7カ所で実際に観測結果に影響があったとして、気象庁の統計に用いないこととした事例がある。観測される気象データをより精密なものとするために、アメダス観測所や観測所内の機器の設置環境にも工夫がされている。まず、観測機器を集めて設置している真下の地面には、 30メートル以上の芝生を設置し、地面からの反射日射を減らし、雨粒の跳ね返りを少なくしている。観測所の周囲には、風の通りを妨げないような柵を設置し、外部からの侵入をできるだけ防いでいる。また、さらにその周囲は開けた場所とし、樹木や建物などによって日光が遮られたり、風通しが悪くなったりしないよう配慮されている。 また、盆地内にあり風の測定に影響がある。雲仙岳特別地域気象観測所のように、近くの山頂に側風筒のみ移設して、風を観測している場合もある。積雪系は、日本海側、山岳地の豪雪地帯などに集中的に設置され、それ以外の地域では、気象台に併設する雨メスのみ設置となっている場合が多い。また、積雪が非常に稀な断行地では、 気象台も含めて一台も設置されていない県がある。静岡県、宮崎県、沖縄県等。設置される機器を見ると、まず観測データを集めて、アメダスセンターに送ったり電源を供給したりするデータ変換装置が、筐体に収納される形で設置される。データ変換装置は、多くが屋外に設置されるが、屋内のものもある。気象業務法第9条により、 観測を行う機器は、気象測器検定に合格したものでなければならないと、規定されている。また、同法37条により、観測機器を故意に壊した者は、3年以下の懲役、または100万円以下の罰金の刑に処せられる。観測所の詳細な所在地、地盤は公開されていない。以前、アメダス観測所を設置している機関に対して、 直接電話や訪問などが多々行われた引用ことから、そうした機関の迷惑にならないようにとの配慮からである。中表中の AH は次の気象要素を観測しているアメダスを指す、丸は観測している要素、タイは観測していない要素。アメダスのダスをもじったり、英語訳のダス、イコールデータアクイジションシステムを用いたりして、名称や略称をダスとする例が見られる。 鉄道において地震の発生時に速報を行うユレダス、バンダイが発売している商品名のカードダスなどは典型的な例である。イミダスの印象と相まって情報システムやデータベースなどの名称に使われることも多い。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。